了解です。はい、お願いします。はい、冬打ちですけど大丈夫ですか。はい、というわけで良平のグローブ紹介ということで、はい、今日はキャッチャーミット編ということで、はい、本職のやっと本職のグローブを紹介できると3つ用意してきたんですかね。はい、キャッチャーミット、はい、もう今日うちに何個グローブ持ってきてんだよっていう感じなんですけど。そうですね、だいぶ持ってきましたね。はい、今日はそのね、キャッチャーミットを紹介してもらいたいと思います。はい、じゃあまず1つ目、それがこちらです。はい、 Z ネオステータスのキャッチャーミットになります。なかなかない色なので。いいね、紫いいね。ちょっとアイドルが好きで、あるグループの色と一緒だったので買っちゃいました。ボートスナー軟式用のキャッチャーミットで、ベースマン飯田橋さんで購入いたしました。18,000円ですね。おー、18,000円。はい、どんな方ですか。本当にオーソドックスな Z のキャッチャーミットとなっております。 Z さんのキャッチャーミットは深く取る、タイプが多いので、それにのように肩と付けさせていただきました。まだ使ってます。試合では一回も使ったことないです。おい、じゃあもらっちゃうよ俺が。ついてプレゼント企画始まったいやもう欲しかったらもうたくさんコメントもらったらもうそれは考えるよね。うん、考えます。考えるよね。コメントなきゃね、なきゃなきゃあげないけど、はい、コメントがいっぱいあれば検討するよね。検討はい、検討します。するよね。はい、はい、特にこれは特に何もないの。そうですね、本当に普通のザ・オーソドックスのミントです。なるほど。はい、草野球人にはもってこいの。そうですね、コスパよしの、はい、皮もよしの、はい、誰でも、使いやすいようなミントとなっております。ということでお次なんですけど、じゃああと2つなんでもう一気に紹介しちゃうんですね。はい、喋ってね、絶対喋ってよ。はい、絶対喋ってよ。はい、これ終わっちゃうからね、すぐね。はい、分かった。社会人大丈夫です。大丈夫です。じゃあお願いします。こちらの2つのミットとなります。はい、何ですかそれは。これは、畑山の軟式用のミットです。で、まずちょっとこちらの方から、簡単に紹介の方させていただきます。結局片方かい。ちょっと後でいろいろと事情がある。はい、こちら畑山の M2 型というミットになります。僕が高校の時に使ってたキャッチャーミットと同じ品番で、かなり浅くて、こうすれば分かるかな、かなり浅いミットとなっています。これも握り替えを重視するために浅い作りをしております。で、特徴的なのがシェラームーブという後ろのバックスタイルで特徴的で、シェラームーブというバックスタイルを採用しております。こちらは投球の時に取った時に曲げやすい構造となっております。続いて一緒に出した、こちらのキャッチャーミットなんですけれども、赤い。はい、こちらはソフトバンクホークスの甲斐拓也選手モデルのミットとなります。先ほど紹介した M2 型のミットを改良したものとなっております。改良。はい、どういったところ。はい、親指の芯がめちゃくちゃ薄いんです。寝るなあそこ親指の芯が浅くなっていて、もともと M2 型は結構分厚い芯が入っております。それを甲斐選手が、取りやすいようにというところでかなり浅く、作っております。比較比較分かるか、分かる、ちょっと違うかな。はい、なるほどね。はめてもらう、はめる場合、時があったらぜひはめてもらいたいんですけれども、かなり浅いです。今、ジャイアンツにいる住谷選手のミットを甲斐選手が、もらって、それで、もともとは住谷選手と同じミットとなっております。譲り受けたのがついに住谷モデルではなく、甲斐モデルで売り出されてしまうという。マジか。はい、本当はなんかたまに聞く、本当はこれ甲斐モデルじゃなくて住谷モデルなんだよ。はい、コメントも結構あって、はい、はい、なのでまだちょっとこれ買ったばっかりでまだ全然閉じないので。そうなんだ。これなんか指出してるけど、そこの部分なんかはここはふわっとしない。はい、パッドが入ってます。普通のキャッチャーミットは大体カバーなんですけども、甲斐選手モデルのはここ指当てでもなく指のパッドが入ってるので、取った時のクッションにもなるかなと。これ指下出せんの。このキャッチャーミットは指カバーじゃないので下に入らないです。出すしかないです。出すしかないんだ。はい、出す以外ないんだ。ないです。これは下にできるよね。はい、できるけど、入れてもらっちゃって大丈夫。入れれるんだけど、こうやってね、はい、できるんですけど、 こっちのグローブはできないと。ないですね。ないんだ。もう下こう、はい、これしかないです。なるほどね。はい、まあ今大体の選手、キャッチャーをやってても指カバー中に入れる人あんまりいないので、うん、まあこっちで全然いいのかなと。むしろクッションも最初から入ってるので
いいミットだなと思っております。はい、というわけで今回はですね、良平にキャッチャーミットをご紹介してもらいました。はい、はい、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。走れ大井チャンネルから皆さんにお話があります。走れ大井チャンネル with ゴリスポグラブメーカー誕生。協力はエールストーリーでおなじみアイスタジオさん、プリントするグローブはこれプラスこちら。これはい、エイゼットプロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ軟式用です。基本的にチャンネル登録と、僕らのインスタフォローは必須ということで、ね、長平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラスモンタナさんの、インスタを貼ってきますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。